まあなんとなく漠然とやっぱ肌にいいとか長寿になるかもしれないとか体にいいっていうのは分かったんですけど、私先生と以前2年前からのお話をさせてもらった時にすっごい覚えてることがあって、これすごいなと思ったんですけど、私もね実は不妊治療をした経験があるんですけれども、はいはいはい、その腸内細菌、まあ、いわゆる発酵性食物繊維にとって、まあ、腸内環境が変わっていくことによっての妊孕性、いわゆる不妊治療に対しての、まあ、アプローチっていうのもそういうお話をねされてたと思うんですけれども、そうね、やっと論文もできましたし、うん、発表しましたし、結構すごい悩んでられる、うん、かなり、まあ、重度の不妊の人を対象に、はい、まあ腸の相関、結構ストレスかかってますよね。はい、ありますよ。だから1年がかりでやろうとしてもそんなもう待ってくれないと。待ってくれないです。ということで、高発酵性の食物繊維の介入試験をした結果が意外と良くて、うん、はい、でなおかつその腸内細菌も変わり、まあ、餌を変えると腸内細菌がこう変わるんですけど、はい、そういうデータもつけてあの論文にさせてもらいました。ではどれぐらいの確率というか、対象はですね18人の患者さんに、はい、当時まああの5グラムぐらいが標準だったんですけど、うん、もうあまりこう時間もないというので、うん、一挙に10グラムの介入試験をして、じゃあ10グラムの発酵性食物繊維ルミナコイドを取ってもらった、はい、うん、もともとは食べ物ですから、うん、その副作用の心配はいらないの で、 そ, うです、ね、はい、それだけのことです。でそれをどれぐらいの期間、当然、うん、そのやりながら完璧な高度の不妊治療を行いますよ、でそれをやった結果 58%、はい、じゃあ2人に1人は妊娠を きっちりしたっていう、はい、結構これ高く、私いやめちゃめちゃ高いですよね。めちゃめちゃ高い。私も不妊治療した経験があるので、うん、本当何パーセントのレベルですよ。 それが 50% 以上ってかなり、いやそれめちゃ喜んでもらいました。それいやそうですよね、まあ、ただ食べる人と食べない人に分けて厳密にやった試験ではなくて、うん、全員に食べていただいて、あとメンタルのケアも全員に受けてもらい、なおかつ最高の医療を受けてもらった結果ですので、だからもちろんそれだけじゃなくてってことですよね。でも何らかのやっぱりいい、だって同じ条件なわけじゃないですか、不妊治療を、ね、高度もして、でメンタルケアもして、で食べてっていう、なのでそこはかなり、じゃあであとお薬とは違うので副作用がないっていうのはやっぱりこうやっぱいろいろあるじゃないですか、妊娠した後にやっぱり赤ちゃんに対してのっていう、だから結構悩まれている方多いので、やっぱ食事を変えるっていうこと、やっぱり発酵性の食物繊維を食べるっていうことが大事だっていうことがこれでも分かりますよね。やっぱり薬では介入できない、いろんなニッチな世界がまだまだありますから、いろいろメンタルに問題を抱えているようなお子さんとかも結構多いので、我々そこも一生懸命今やってます。いやなんか私はもう毎朝発酵性の食物繊維を食べなさいって言っていつも朝食べさせるんですけども、いいよとか言われても違うの、あなたも食べなのよって言っていつも食べさせてるんですけど、でも先生先ほどね、まあ、最初 5g ぐらいかなとおっしゃってたんですけれども、発酵性の食物繊維っていうのは、まあ、日本人にはやっぱり不足してる。不足してます、ね、どれぐらい不足っていうか、どれぐらい取ったらいいもんなんですかね。まあ、食材として取る限りは、うん、やはり発酵性というだけ取るわけではないので、うん、トータルで食物繊維として今僕らは基準は 25g だと思ってるんですね、食物繊維だけで、はい、ところが今日本人の平均というのは20グラム以下であり、うん、若い人たちは15とか言われてますから、うん、おそらく今の食生活をしている日本人はほとんど全ての人が食物繊維が欠乏している、うん、という意味では5グラムから10グラムぐらいの追加が必要なんですけど、うん、じゃあ何で追加したらいいかというのにですね、非常に悩みが多いんですよ。海外の人はシリアル好きですから、あ、はいはい、でまあ、そういう麦を中心にしたあの食物繊維を取るんですけど、日本人は何といっても白いご飯と白い食パンが好きなん で、うん、そうですね、茶色いの食べろ言ってもですね、なかなか食べていただけないので、うん、ここがうまくいかないんですよ。難しいですね。かといってオートミールがいいから言っても、うん、なかなかオートミール好きな日本人もいないよね。なかなか赤ちゃんの時にやっぱ離乳食であげることはあってもそれを主食にはちょっとなかなかできないですよね。やっぱりあのこれからちょっとその食物繊維がどういった食材にどれぐらい含まれているかという、もう少し正確な情報を皆さんに渡して、
まあ、栄養士さんを中心に日本人のこの食生活をもう少し食物繊維を中心に変える必要が僕はあると思って。そうですよね。あと先ほど先生おっしゃってたすごく発酵するものもあればゆっくりなものもあってまあまあのものもあるっていう時はじゃあ1個だけ例えばじゃあオートミールだけとかっていうものだと、うん、そこに含まれているものがどっちかわからないのでやっぱりいろいろな発酵性食物繊維をしっかり混ぜながら、まあ、10g 以上は取っていくっていうこと。例えばオリゴ糖って腸内細菌にいいよねって言ってもですね、うんはいはい、じゃあオリゴ糖だけ 20g 取ったら健康になるかというとそんなことはなくて、そのオリゴ糖っていうのはやっぱりすぐに利用されるのですぐにこう発酵するとお腹張っちゃうとかになるので、素材として、まあ、ごぼうばっかり食えとは言いませんし昆布ばっかり食べろとは言いませんけども多様な、うん、いろんな植物由来の食物繊維、まあ、僕は今大豆製品は面白いんじゃないかなと思って今いろいろと調べたりしてるんですけど、いや僕ね最近果物の食物繊維とかも興味持ってるんですけど、決して生のままじゃなくてもその保存が効かないんですから、こういうパウダーのような状態でも食物繊維は残るわけですから、そうなんですね。例えばリンゴでありキウイでありそういうものがこう粉末のパウダーとなっていたらまた使いやすいし、それを原料にしていろんなものを作ったり、お菓子作ったりとかいうこともできるので、いろんな利用を考えればもっともっと発酵性食物繊維ルミナコイドを使った食材がもっと作られてもいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。じゃあ今までは食べたらどうなるかってね、プラスになるよっていうことは分かったんですよ、うん、逆に今私たち足りてない日本人、まあ、この発酵性の食物繊維が足りなかったら体にどんなことが起こってくるんですか。これは動物実験で証明するような研究もたくさん行われて、やっぱり腸内細菌は人の腸の中で生きていく必要があるので、人がそれを食べてくれなかったら何を食べるかというと、人の腸にある粘液を食べるんです。まあ、いわゆる腸の、まあ、腸を食べる壁というか壁を覆ってるものを食べるので、それは仕方ないですよね。自分らも生きていかないんです。お腹空いてますもんね。だからもう上から流れてこないんであればもうこっちを食べとこうとなるんです。そうなってくると何が起きるかというと腸の機能がバリア機能ってよく言いますよね、そういうのが落ちてきてリーキーガットであったりとかですね、そういう腸漏れのような状況でやっぱり腸に炎症が起きてしまう。よく腸漏れ、さっきのリーキーガットっていうのは、特定の食べ物を食べたらなりやすいみたいなことをよく聞くんですけど、そうじゃなくて、まあ、もちろんそれもあるのかもしれないですけど、発酵性の食物繊維が不足してても腸漏れになるって。なるんです。例えばもう動物実験なんか我々もやってますけども、発酵性食物繊維が入ってない餌を与えたらもう1週間以内にもうすごい薄い粘液になってしまって食べられてしまってます。でそれになったらやっぱりそれこそアレルギーの原因になったりまあ、要するに炎症が起きて、体の中が慢性炎症のような状況になるので、糖尿病が増悪したり、メタボリック症候群が増悪したり、様々な悪影響が全身にいってるので、やっぱりそこは一番キーになるところだよな。なんかこうやっぱり腸漏れとかそういうリーキーガットって本当にまたこれもキーワードになっていて、でもそういう時ってみんな、まあ、これあれですけど小麦を食べないようにしようとか甘いものを食べないようにしたら腸漏れが起きなくなるですけれども、それじゃなく食べなくちゃいけないものもたくさんあるってことですね。それはやっぱり原点の人の疫学の研究に戻ると、発酵性食物繊維の摂取量の違いでいろんな病気の発症率や死亡率が違うというところがあるので、こんなに一つの栄養素と失礼ですけど食物繊維だけでこんなに病気に影響を与えるものって、例えば炭水化物っていうかタンパク質でもないですし、脂肪でも、まあ脂肪だったらなんとなく肥満とかそういうのがあってもそんな他の病気にまで影響することはあんまりないんですけど、食物繊維はやっぱりいろんな病気に影響してるんです。なるほどね。まあ、やっぱ奥が深すぎて、まとめると、まあ、食物繊維の中でもやっぱり発酵性食物繊維がすごく大事っていうことで、でそれにはやっぱりゆっくりなものと早いものといろんなものがあるから、たくさんの種類を取らなくちゃいけないっていうことで、それが不足すると、まあ、体に全身に炎症が起こってきちゃうよっていうことなんですよね。
朝ごはんが。朝ごはんが重要。で、そのたくさんある発酵性食物繊維、まあ、アルミナコイドがたくさんあるんだけれども、一個だけね、さっきオリゴ糖の話をおっしゃってましたけど、うん、オリゴ糖だけっていうんじゃなくて、いろんなものをまんべんなく取っていかないと、やっぱりいけないよっていうことですね。そうすれば、オリゴ糖だけ取っていると、うん、オリゴ糖が好きな腸内細菌だけが増えてしまうんですけど、うん、多様ないろんなものを取っていくと多様な腸内細菌になっていって、うん、最近レジリエンスとかっていってですね、うん、抵抗性が増していく、うん、いろんなストレスに対しても抵抗性が出てきたり、うん、やっぱそういう予備力が強くなってきてることなんで、そういうことがやっぱり重要だと僕は思います。そっか、じゃあオリゴ糖好きの腸内細菌もいれば、まあじゃあイヌリン好きな子もいて、じゃあレジスタンス好きな人もいる、うん、でそういうことで、じゃあそのそれぞれの菌が代謝物は違ったりするんですか、それとも同じような代謝物だけれども少し違ってくるっていう。いや違うんですよ。あ、だからイヌリン好きが発する、彼らはあれ賢くて、うんうん、お互いに足らないものがいっぱいあるんだけども、それは隣の菌が作ってくれてるから助け合ってコミュニティを形成してるという。じゃあ僕 A 作るから、じゃあ君 B ね、そうそうそう、あじゃあ私 C ねみたいな。そうそうです、めちゃくちゃやっぱり多様性でみんな助け合ってるんですね。あ、人よりは助け合ってる、ね、人よりめちゃだからこそ過酷な環境ですもん。あ、そっか、ね、まあ腸の奥だし、だって自分が食べたいものは人が食べてくれないと得られないんですから。そっ か逆に言うと我々はひょっとすると、うん、腸内細菌の指令を受けて、うん、今日はあれを食べてほしいよという指令を受けて、今日は僕は納豆を食ってるのかもしれません。今日何食べようかみたいな感じ聞かないといけない時代が、うん、じゃあその時に、まあね、先生みたいにもう腸内細菌の声が聞こえる人はいいと思うんですけど、聞こえない人もやっぱりいるじゃないですか。何食べたい、ジャンクフードみたいに言う人もたまにいるじゃないですか、うん、いやそれは偶然住み着いてしまった、うん、砂糖好きの腸内細菌か油好きの腸内細菌に操られてしまっているので、その人が悪いんじゃなくて、その人は腸内細菌によってもう操られてるんだよという状況がだんだん今分かってきてる。じゃあジャンクフードを食べる人ってずっとジャンクフード好きじゃないですか。その通り、その通りです。それはもうそういうので一生懸命代謝物を作る腸内細菌も住み着いちゃってる。その腸内細菌によって与えられたシグナルで脳が騙されてるんです。じゃあそういう意味でも発酵性食物繊維好きの腸内細菌を多くすれば、まあ、自然とそういう脂っぽいものだったりとかジャンクフードを食べようという気がなくなっていく。あ、その通りその通りその通りです。だから僕なんか1年ぶりぐらいに、はい、さっき偶然出てきたポテトチップ食べてしまいました。あらららら、そうしたらもうさ後悔してるんですけど、まあ、出されたものは食べる主義なんで食べてしまいましたけど、全く食べたいという気はないんです。でも食べたら美味しいとは感じるんですか？食べたら美味しいと感じます。だけど別に家に買って帰ろうとか、帰って帰るとまた食べようとは思わないんです。まだ脳はしっかりしてますので。でもそれをじゃあ美味しいからといってまた買って帰って新幹線の中で先生が食べ始めたら、もしかしたらそういう腸内細菌が住み着いちゃうかもしれない。じゃあやっぱりそこをチェンジするために発酵性の食物繊維、だって発酵性の食物繊維って先生さっき言ってたやっぱり根菜類だったりとか、うん、全粒粉の、まあ、穀類、あとは果物だったりとか、あと豆っていう、まあ、いわゆるその要はあの太りにくそうだったりとか、ね、体に良さそうなものばっかりじゃないですか、うん、でそれを食べたいと思えばなんか我慢せずにそれが食べたいというふうに自分で欲するようになればもう締めたもんってことですね。うん、僕ねなんか最近豆もすごい好きになってるので腸内細菌に操られてるんかなという思ってます。もう家に常に煮豆が置いてあって、その煮豆をサラダに使うのか、うん、カレーに入れるのか、いろんな何に使おうかというので、スタートは煮、ま、あの塩分のほとんどない煮豆が大事なんです。煮豆でもただただただ煮ただけ、そうそう、何か味をつけてるとかじゃなくて、ま、甘い味ついてるとダメなんです。五目のやつってやっぱりちょっとお砂糖とみりんと醤油とで、うん、それダメ、それダメ、もうただ煮ただけ、煮豆。あ、じゃあ先生クラスになるとやっぱりそのやっぱ煮豆でも好きだっていう腸内細菌がいっぱいいるんですね。はいはいはい、そう、何種類ぐらいのなんか食物繊維を取ることを、まあ、推奨先生はしますか。
植物由来で言えば毎日20種類とかいうぐらいですね、うん、あでもやっぱりそれぐらいをしっかりと、そうそう、でも毎日じゃなくて今1週間単位で考えていいですかね、うん、私も、まあ、食事を、ね、家族に作ってるので、じゃあ今日から1週間で20種類の食物繊維、発酵性食物繊維ルミナコで取りましょうって言われても、なかなか結構メニュー大変だと思うので、やっぱり最近ではやっぱりそれが複合的にあるような健康食品とか、まあそうですね、最近いろいろと企業の方も考えていただいて、うん、そういう手軽なもの、まあ、皆さんお仕事忙しい人多いので、うん、そういう手軽なのも大事かなと僕は思います。そうですね、そのみんなが京丹後の人たちのような生活はできません。そうなんですよ、もう朝、ね、私もそういうものを作ってくる奥さん欲しいなって常々思ってるんですけど、そうじゃなければそういったものがたくさんね、1種類じゃなくポイントは数種類の発酵性食物性がうまく組み合わせて、多様性、腸の中の多様性を作ってくれるものを日々取っていくっていうことですね。はい、はい、わかりました。今日もありがとうございました。